漫画見。私はあくまでユイにちゃんとした相手が見つかるまでのつなぎだよ。もういい、帰る。ご飯食べていかないの？ユイが作ったのに。いらない。セイキは？そろそろ足りなくなるんじゃないの？今日はいい。そう。おやすみ。俺はミキじゃなきゃダメなのに、なんで分かってくんないの？おはようございます。おはよう。おはようございます。はあ、耳麗しい兄弟だ。ミキちゃんおはよう。おはよう。しおりちゃん今日も可愛いな。みんな見てる。わかるよ。ちょっと珍しいくらい可愛いもんね。朝ごはん食べた？食べたよ。ゆいくん来てくれて嬉しい。こんな笑顔向けられたら女子でも惚れるわ。別に園村さんのためではないから。失礼。っていうかこの笑顔向けられてそれ言えんの？すげえな。こら、ゆいったら何照れてんの。まんざらでもないでしょ。だからミキ、誤解してるみたいだから言うけど、俺は…ねえねえ、この前生まれたゴマアザラシの赤ちゃんの公開始まってるって。赤ちゃん見たいです。怪獣館の方だね。そっちから回ろうか。はい。こんな大きい水族館初めて。小さめだけどジンベエザメもいるってよ。園村さん、あんまり近寄らないで。やっぱりこの前ミキの精液もらっておけばよかった。飢えてフェロモン出そう。やばい、正規欲しい。誰とも目合わないようにしないと。ミキ、ミキの正規欲しい。ミキ、ユイどうかした？焦らなくていいのに。どこにいるの？私がそっちに行きます。そう？こっちはさっきのイルカプールの南側だよ。ゆい、わかりました。こんなとこで揉むな。向かいますね。やっと終わった。ユイ、あんたね。ミキ、気持ちいいの？正気ちょうだい。
これだけあげればとりあえず持つでしょ。先輩たちのとこ戻るよ。行くなよ。ずっと俺のそばにいてよ。続きはアプリで。ダウンロードは概要欄から。チャンネル登録よろしくお願いします。